川勝知事はきょう、リニア新幹線の建設をめぐりゴールポストを動かしていると知事の姿勢を批判した中谷新一経済産業副大臣の発言を否定しました。川勝知事がきょう強く否定したのは リニア新幹線の建設をめぐり知事の姿勢を批判した中谷新一経済産業副大臣の発言です。中谷副大臣はは先月リリニニアア問題をををめめぐり川勝知事事の姿勢を批判しし工事を認めない静岡県に対しては 自分のところに駅ができないからといって反対するのはとんでもない話だと批判しました川勝知事は今日中谷副大臣に直接会って説明したいとして9日間ほどの日程候補を出し面会を打診したものの実現しなかったことを明らかにしましたこちらから、まあ、提示した9日ありのすべて蹴られましたのでご都合のいい時にですね、番書を繰り合わせてご説明に上がりたいと あるいはあの直接ですねお話を伺えたいと。川勝知事は引き続き面会の調整を続けるとしています。